どうも、どうぞるです。はい、ということで、本日はですね、私、今、あの、スーパーする本社がある、フィンランドの、 ヘルシンキに来ております。えー、外の風景です。<laughs> ホテルからね、あの、外を撮っているんですけれども、もう夕方4時なのに結構暗い。普通に夜って感じなんですけど、あの、井戸が高いからね、結構夜が早いのかな。えー、といったところで、えー、今日なんですけれども、えー、なんと、じゃじゃん、見てください。えー、今回ね、あの、スーパーセル本社に100人以上かな。えー、ブロストのリリースを記念して、100人以上の YouTuber が世界中から、あのー、招待していただいて、あの、いろいろやっているんですけれども、なんと今回ですね、お土産をいただきました。 やばくないこボリュームが大きさ伝わるかなこれ。すごいね、重いんですよ、これ。これとこれが、えー、いただいたんですけれども、実際に何が入ってるのか、マジで今知らなくて、今から、えー、開封してみようの動画でございます。ちょっとワクワクしてるんですけど、こっちのね、トートバッグには、あの、スーパーセルって文字が見えてて、ちょ、こっちから開けてみましょうか。こっちの方がなんか、重たい、すごく。えー、こっち、服系かな洋服系かなあ これめっちゃ嬉しい。ちょっと待って。私持ってなかったんですよ。すげえ嬉しい、これ。スーパーセル T シャツですね。わめっちゃ気を、めっちゃ気を。<laughs> スーパーセル T シャツでございます。ありがとうございます。すげえ嬉しい、これ。これ、あのー、スーパーセルのロゴが入った T シャツと、あと他にもなんかあります。ああこれブロスタ T だ。ブロスタティ今日ね、あのー、着てましたわ、社長が。<laughs> 社長とかいろんな人が着てた。アセスも着てたかな。えっ、ー、と、ブロスタのマークが入った T シャツでございます。2018って書いてあるね。あとは何が入ってるだろう。 おいしょ。おいしょ、おいしょ。あ、あ、トレーナーかなえ、トレーナーだ。うわ、めっちゃ嬉しい、これ、ほんと。やばい。やっぱ語彙力がなくなってる、嬉しすぎて。えっ、ー、と、スーパーセルの、えっ、ー、と、 パーカーでございます。私、パーカー大好きだから、今日、もう明日これ着よう。<laughs> スーパーセルパーカーいただきました。ありがとうございます。えー、T シャツと、ブロスタ T と、えー、っと、パーカーという感じですごい着心地も良さそうですね。ありがとうございます。で、気になるこっちなんですけど、これ何が入ってるんだろうね。開けてみます。おいしょ。開封、ガガン。うええやばえ、ちょっと待って。や、え、えやばくないこれ。やばい、やばい。やばい。これ本当にやばい。えマイクと、ヘッドセットと、 ええと、カメラですかね。しかも、この、あのー、なんていうの、スタンドとか、実はこれ私、同じの持ってます。<laughs> ロジクールの、ええー、と、カメラと、これなんだろう。これなんすかね。オーディオンインターフェースとかかな。ええー、と、なんでしょうね、これ。わかんねえ。 えっと、HD って書いてある。なんか、スーパーセルのロゴ付きっていうのすごいね、これ。わざわざコラボレーションで、このために作ったのかな、うん、想像を絶するものが入ってましたね。びっくりした。なんか、おっきいからさ。あ、ここになんか書いてある。えっ、ー、と、フロムスーパーセル、えーって書いてますね。ありがとうございます。スーパーセルからの、まあ、プレゼントと、えー、いう感じで、ヘッドセットもすごいな、これ。もしかして、あ、スーパーセルロゴ入ってる。えー 作った説あるな全然。しかもかなりこの触った感じもすごいいい感じの多分ヘッドセット。割とあれですね。その安物とかじゃなくてガチガチのやつですね。マイクも多分あのー、あれじゃない？いいやつじゃない？ この、このメーカーは私ね、知ってますが、結構高いメーカーだと思います。で、マイクの見た目がだって結構高そうだもんね。えー、といったところで、あ、じゃあ私今回の旅、マイクとか持ってきてなかったけど、あの、マイクとかカメラとか持ってきてなかったけど、これで万事解決ですわ。ありがとうございます。えー、といったところで、これちょっと早速また使ってね、えー、動画撮っていきたいなと言ったところで、めっちゃありがてえな。そんなお土産ある。YouTuber 向けじゃないですか。はははは。 YouTuber が一番欲しいものと言っても過言ではないね。えー、機材を、えー、いただきました。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。しかも、私個人的に一番嬉しいのは、このスーパーセルパーカーね。えー、もう毎日来ます。えー、といったところで、じゃあ本日の、えー、動画はですね、スーパーセルからのクリスマスプレゼントと、えー、言ったところで、え、ね、開封動画でございました。びっくりしたこれ何かっていうと、あの、マイクを置くやつですね。マイクスタンドで、この形のが一番、あのー、振動音とかが入らないんですよね。あ、ちょっと壊しちゃったかも。<laughs> 壊れてないよ。大丈夫 あの、振動音が壊れないように吸音材が挟んであるタイプで、あの、きっちりね、えっ、ー、と、なんか足音とか他の音とかが入りにくいように、えー、吸音してくれるやつで、これが多分、オーディオインターフェースかなんかだと思う。わかんないなんか、なんかしらのやつだと思います。で、えっ、ー、と、ヘッドセットでしょで、マイク付きのヘッドセットと、えっ、ー、と、ガチマイクと。で、カメラと、そしてスタンドという感じでございます。それ早速使ってみたいです。えー、ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。 バイバイ